みんな予選突破できてよかったですね。ま、楽勝だったな。ん？こんにちは。あなたが孫悟空さんですね。なぜオラのことを？噂を聞いたことがありましてね。ぜひ握手だけでも。あ、よろしく。なるほど、噂通りいい魂をお持ちだ。え？では失礼します。何者だ、孫。わからねえ。だが、オラたちだけが楽勝の試合じゃなくなったっていうことは間違いねえだろうな。あの二人では大したことはなさそうだが。なんだあいつら。目つき悪いな。力減りすぎてんじゃねえか。かくして始まった天下一武道会。抽選の結果、 Z 戦士たちはうまくばらけることができた。だが1回戦の第6試合では、悟空とベジータがいきなりぶつかるという波乱の抽選結果となった。そして1回戦が始まり、第1試合はクリリンがあっさりと勝ち抜きを決めた。続いて第2試合はピッコロと謎の少年シンの対戦となった。しかし、どうしてだ。こいつとはなぜか戦いにくい。初めて会ったやつなのに。何者なのだ。一体こいつは。そのうちわかりますよ。でも今はゲームを楽しみましょう。すまない。棄権する。え？あの棄権って戦わないんですか？そうだ。そうか、彼は元この星の神。なんとなく私のことを感づき始めているのかも。ではどんどん行きましょう。次は第3試合です。ビーデル選手対スポポビッチ選手。間違っているかもしれんが、あんたはまさか。何でしょうか。まさか大海王様では。いいえ、違いますよ。海王神様だ。海王神。一応黙っていてください。今は知られたくありませんから。4人の海王様の頂点に立つ大海王様、さらにその上に海王様たちの神がいるという噂を聞いたことはあったが。どうしたピッコロ、あいつがなんか生意気言いやがったんか。ビシッと文句言ってきてやろうか。よせ。何も言うな。頼む。何も言うなよ。え？ピッコロ、ein bisschen Angst, wa? その続く第3試合で、ビーデルはスポポビッチと戦っていた。実力は相手を完全に上回っていたビーデルだったが、異常なタフさを見せるスポポビッチに追い詰められていく。やつは自分の能力をはるかに超えた力を持ってしまってるらしい。わかんねえ。どういうことだ？あの野郎。もう十分頑張った。降参しろ。降参するんだ、ビーデルさん。いやだ。
対降参なんか。遊びはそこまでにしろ、スポポビッチ。我々のするべきことはこんなことではないはずだ。さっさと勝ってしまえ。場外スポポビッチ選手の勝ちです。ビデリさん、ポポビッチ、許さないぞ、貴様だけは。分かったな。担架を呼びましょう。いえ、僕が運びます。あいつをやっつけて。次の試合で勝てば2回戦目はあいつと当たる。わあ、神図取ってきたぞ。よかった。ビーデルさん、騙されたと思ってこの豆食べてみて。あなたのことだから、きっと何か不思議なことが起こるんでしょう。もう大丈夫。でもしばらくここで休んでた方がいいと思う。ありがとう、ごはんくん。じゃ、みんな待ってるから。治ってる。頑張ってね、ごはんくん。続いて始まった第4試合。ごはんはキビトと対峙していた。スーパーサイヤ人とやらになるのだ。もしもの場合、本当に私たちの助けとなるのか試してみたい。え、どうしてスーパーサイヤ人のことを、それに助けになるのかって。そのことはいずれすぐわかる。まずはスーパーサイヤ人の実力を見たいのだ。冗談じゃないですよ。こんなみんなの前でスーパーサイヤ人になんて。なんだよ、なんか話してんな。スーパーサイヤ人になれってさ、あいつ。ご飯、ピッコロさん、なんでピッコロ、なんかあるんか。何かはわからない。だが。ご飯さんを利用させていただきます。申し訳ありません。そして皆さんはこれから何が起こってもしばらく動かないでいただきたいのです。どうかよろしく。何？どういうことだ。わけのわからない奴の言うことなど危険。正体を言え。このお方は海王神様だ。すべての海王様たちの神だ。ああ、
聞いたことあるぞ、海王様から。海王神、おめが海王神様か。じゃあ、あんたの希望通りなりますよ。なんでかは知らないけれど、スーパーサイヤ人、おまけにさらにその壁を越えたスーパーサイヤ人にまでなってあげましょうか。何？さらに壁を？つらっ！すさまじいエネルギー、あいつだ。変身したご飯くんが、まさかいただくぞ、あのエネルギーを。しっかり抑えろよ、スポポビッチ。おう。はあ、来た。ふっ、なんだ貴様ら。よし、目いっぱいエネルギーは吸い込んだ。行くぞ。まだです、まだ何もしないで。大丈夫、孫悟飯さんはキビトがすぐ元に戻します。これからあの二人に気づかれないようこっそり後をつけます。もしよろしければ私と一緒にあなたたちも来てください。とても助かります。どうするよ悟空。ほらついていくさ。あの火曜神様が助かるっつってんだからよ。それにこうなったわけを絶対知りてえかんな。じゃあ俺も行こうかな。ふざけるなカカロット。俺たちの対決はどうなったんだ。でもよ今それどこじゃねえんじゃねえか。ごまかすな。俺は海王神だかなんだか知らないが、あんな奴のことなんかどうでもいい。貴様と一対一の決着をつけたいだけだ。そのためにこんなくだらない大会にまで来たんだぞ。分かった分かった、天下一武道会じゃなくても後で絶対試合してやっか。クソったれ、貴様は一日しかこの世界にいられないんだろう。だったらおめえもついてこいよ、向こうでやろうぜ。チッ、行くぞ。ご飯のこと任して本当にいいんだな。大丈夫だ、孫悟飯を回復させたらすぐに私も行く。多分孫悟飯も行くと思う。くそ。おーい、やはり来ていただけましたね。助かります。あなたたちの力も借りなければおそらく勝てない。勝てねえってあんな二人にか。いいえ、あの二人はただ利用されているだけです。ずる賢い魔導士に。魔導士。はい、地球ではやっと人類が二本の足で歩き始めたほどの昔、宇宙の彼方にビビディという極悪な魔導士がいました。ある日ビビディは偶然からとんでもない怪物を作り出してしまいました。ブーというとてつもなく恐ろしい魔人です。たった数年で何百という星が死の星に変えられてしまいました。魔人ブーの凄まじさは作ったビビディですら手を焼くほどでした。魔人ブーを一時的に封印して動けなくしておいたくらいです。その隙にビビディを倒すことができたのですが、魔導士ビビディには子供がいたのです。親と同じ邪心を持った魔導士バビディが。
もういいぞ、孫悟飯。治ってる。一緒に来るがいい。何もかも話してやろう。あ、私も一緒に行っていい？いっぱいあるの、知りたいことが。お願い。危なくなったら絶対逃げるって約束できる？うん。